バカはお前だよ。そんなもんとっくに覚悟できてるに決まってんだろ。なんだと？こんだけ問題起こしといて自分だけ助かろうなんて、そんな虫のいいこと考えてねえんだよ。おい、よ！というかもうさっき証拠の動画を教育委員会に送ったんだよ。あ、嘘だろ。リオ、お前証拠はもうねえって言ってたじゃねえかよ。あれは嘘だよ。分かったか、ハマイ。これでお前に調査が入るはずだ。ふざけるな！俺を道連れしやがって、金のために仲間売り、グズ野郎だ！失礼。教育委員会教育長の佐藤です。同じく委員の小林です。教育委員会さん、あの吉田の送った動画、何かの間違いで。俺は浜井先生からお金を受け取り、小島先生の善意を利用してこの学校から追い出しました。処分を受ける覚悟はできてます。よしな、貴様たまれ、退学になるかって一人やがれ、俺を巻き込みじゃれ。退学？金を渡し生徒を誘惑したのは浜井先生ですよね。吉田君の罪はそこまで重くはなりませんよ。そんなそれよりも浜井先生、あなたは早く次の職を探した方がいいかもしれませんね。それでは。久々だな、こうして4人が揃うのは。何言ってるんですか、つたくん。そうだよ、4人じゃなくて5人だろ。よし、全員席に着く。今日から再びこのクラスの担任を任されることになった小島だ。よろしく頼むよ。なんだ、結局戻ってくるんだよ。農家の方が似合うんだぞ。小島先生、俺多分今日処分が出てしばらくは学校に来れなくなります。でもその前に小島先生にだけはどうしても謝りたくて。吉田、俺自分のことしか考えられてなくて、それで小島先生を追い出そうと浜井先生と手を組んだんです。本当にすいませんでした。知っていたよ。俺がこの学校を去ることになるその前からお前が浜井先生と手を組んでいたことは知っていたよ。え？それじゃあ、なんで？すぐに答えを教えることだけが教育ではないからな。そして、俺は分かっていたよ。こうして再び、5人が集まること。なぜならお前には、最高の仲間たちがいるからだ。つまり俺はこの状況には正直驚いていないよ。
この3人は信号トリオと呼ばれている花山の一番弟子である。そしてこの3人、花山がピロの指示で高校に通っていることも知っている。そのため花山は自分と関わると危険だと判断し、3人を遠ざけようとしていた。しかし関わるなと言われた3人であったが、以前花山が拉致されたと知り、放っておくことができず助けに向かったのであった。ああ、そんなの当たり前じゃないですか。兄貴がピンチかもしれないってなったら、どこへでも飛んでいきますよ。それが迷惑だっつってんで。え？学校に通ってる今、お前らの存在は邪魔でしかない。何度も言うが、俺に関わるな。いや兄貴、そんなの納得いかないっすよ。あいつを、ピロを見つけて倒せばいいじゃないですか。それをもう諦めたっつってんで。とにかくもう、お前らは他人だ。兄貴、あいつらは巻き込めねえ。あいつは俺一人で探します。さあ、もう実家にセンチメイクで行くぞ。ちょっと、もうやめてくださいよ。へへ、楽しみだな。とか言ってるそばからこれかよ。さあ、次はここだ。ここはすげえぞ。この場所が、この間見せたアニメに出てんの、わかるか？ああ、いや、ちょっと、わかんないですね。ここはよ、あの主人公とヒロインの子が出会う場所になってるから。ああ、そうなんですね。施設によるとな、作者がここら辺に住んでるんだ。だからこの子がモチーフになったとも言われてるんだね。ピロ？いやでもすげえよ、おい、最後まで再現されてる。なんか俺たちがあの世界に迷い込んだみたいになっちゃってるじゃないかよ。なあ、ここは俺たちファンにとって神聖の場所だろ。どこだ、どこだピロ。あの服装、あの背丈、ピロで間違いねえ。どこだ、どこ行きやがった。連絡取れねえし、パッキやがったらぼっちのやつ。ああ、初田とリオも今日予定あるって言ったしな。どうしよう。あいつなら。おい、待ちやがれ。てめえにやられてから今日まで、この日を待ってたぜ。てめえに言われた通り、学校には通ってる。だからといって、俺はお前に勝つことを諦めた日なんて、一度もねえんだ。さあ、俺と戦え。兄貴、やっぱり諦めてなかったんですね。は？だから言っただろ、偽ピロ作戦うまくいくって。この作戦面白いから俺だからな。は？何言ってんの、俺だよ。俺だよ。はい。俺だ。俺の手柄でもいいじゃねえか、そんな。お前は一番前だ。
がとうございます。おはようございます。あれ、どうされたんですか。いやー、昨日ちょっと食べ過ぎてしまいましたね。ちょっとトイレ行ってきます。タバコの吸い殻が見つかりました。この中にいるね、一部の不真面目な生徒のせいで、花山のような真面目な生徒にもこういう話をしなきゃいけない。非常に残念です。あ、いや先生、僕のことなんて全然気にしないでください。俺の話だ。真面目ちゃんを演じる上でリスクになると頭では分かっているが、俺が生きていく上で絶対に欠かせないものが3つある。1に逃げ口、2に逃げ口、そして3人ニコチンだ。ただいい噂も入ってきてる。学校の近隣の花壇に毎日水をあげ続けてくれてる生徒がいるらしい。おい松本、お前は悪い噂ばかり聞くが、少しはこういう生徒を見習ったらどうだ。あ、くだらねえんだよ。そんな女みたいなことするわけねえだろ。俺の話だ。不良を演じる俺にとって良い行いはリスクだとは分かってはいたが、日に日に元気がなくなっていく花のことを見て見ぬふりなど俺にはできなかった。水飲めよ。花吹、松本、お前らなんか知ってそうだな。この後少し残ってくれ。ここは一つ鎌をかけてみるか。おい、お前らいつまで黙ってる気だよ。実はな、さっきはみんなの手前ああは言ったが、本当は誰が犯人かは分かった上で俺は聞いてたんだ。これを踏まえた上でもう一度聞くぞ。お前らがやったんか。はい、はい、そうか、分かった。俺のぼっちとしての生活が、俺のヤンキーとしての生活が終わった。松本、お前の処分については後日伝えることになる。花山、お前のいい行いについては後日学校から症状が出るみたいだから、それを受け取るように。え？じゃあもう遅いから今日は気をつけて帰るよ。さあ。さあ、しまった。しまった。お前何だよ、そんなお前、自転車ぶったことやってんのかよ。いや、僕全然そんなこと。しょうもねえな。マスクもだってすごい低くてやってるじゃないですか。まあ、なりえけどな、多分バレてるんだ。よし、いいや。いつもの勝負だ。勝った方がこれをもらえるってこと。はい、わかりました。最初はグーじゃんけんぽい。あっち向いてほい。おい、アツさん、いきなり何やってんだよ。マッチャー、こいつやりましょうよ。ああ、いいぜ。最初はグー、じゃんけん、パワーパワー。 It's my おい、どこに向かって誰に言ってんだ。いやそれは僕の勝ちっすね。それ持ってきますよ。は何言ってんだよ。よし、席つけ、ホームレバー始めるぞ。